に40代から50代の女性の方におすすめのアイドル水アレンジメニューをお伝えしていきます。この動画では1基本のアイドル水の作り方、240代から50代の女性の方におすすめのその理由、3アレンジメニューの作り方の流れでお伝えしてまいりますね。ぜひお役立てください。それでは早速お話ししてまいりますね。はい、それでは基本のアイドル水の作り方について復習していきましょう。材料です。1天然水 500ml、 2緑茶パック1袋、3レモン果汁大さじ1、4蜂蜜大さじ1/2となります。よくある基本のアイドル水のレシピはこの蜂蜜が白砂糖に、ね、なっているバージョンが多いんですけれども、私はこの微腸活専門家の観点から白砂糖はもう絶対にあなたにお勧めしたくありません。なので私は脂肪燃焼効果の高い天然蜂蜜 100% の蜂蜜を使っていただくこのレシピをまあご提案させていただいているんですね。なので基本のレシピはこちらの内容になります。では次2つ目です。40代から50代の女性の方におすすめのこのアレンジメニューの理由についてです。それはですね、こちら女性ホルモンなんですね。代表的なのがエストロゲンなんですけれども、いかがでしょうか。私たちですね、若いうちはこの女性ホルモンがしっかりと働いてくれておりましたから、そんなにね多少ちょっと無理しても食べ過ぎても全然平気というその時代からいかがですか。私も今ね40代ですけれども、だんだん40代50代と年齢を重ねてきたら、なんか最近こう太ってきたなとかですね、あとお腹周りやコレステロール値が気になるなとか思い当たることないですか。それはこの女性ホルモンが年齢とともに減少していくからなんですよね。ですからこのホルモンが今まで私たちのですね脂肪を燃焼してくれたり、また2つ目内臓脂肪の蓄積をこう抑えてくれたり、また3つ目悪玉コレステロールのその数値もですよ抑えてくれていたんですよ。なのにです、悲しいですけれども、これは仕方がないですよね。誰しもそうです。年齢を重ねればこのホルモンがもうどんどん減少していってしまうわけですから、なので普段通りの生活をしていてもなんだか太ってきたとか、先ほどお伝えしたような症状が私たち女性にはね出てきてしまうわけですよね。でプラスこの40代50代の女性というのはもう特に忙しい世代なんですよね。もう子育てに忙しい、仕事もバリバリする世代です。またお子様のお世話、家族のお世話、そしてどうかしたらご両親のお世話とかですね、もうとにかくストレスいっぱいじゃないですか。なのでこのストレスがたまるともう一気にこの女性ホルモンのバランスを崩してしまうんですね。でまた睡眠不足であったり、そういった、まあ、あまりにもお忙しいので不規則な生活になってしまう、もうほんのちょっとしたことでもこの女性ホルモンっていうのはもともとバランスを崩しやすいんですよ。に加えて年齢とともに減っていくという。太るわけだってね思いませんか。もうなるほどって、私が太ってた原因はこの一つはこの女性ホルモンが大きく原因として関わっていたんだなということがお分かりになったと思います。なので私が今回このアイドル水のアレンジメニューをお伝えするポイントは、この女性ホルモンの働きをきちんと調整してくれるお茶を選んでいるんですよということなんですよ。では3つ目です。こちらアレンジメニューの作り方についてお話ししていきますね。今回は私がおすすめするアレンジメニューに必要なお茶の葉と、最後に具体的な作り方までお伝えしていきたいと思います。今回私がこの女性ホルモンのバランスを整えてくれる成分がきちんとバランスよく含まれているお茶を選んできました。それはこちらです。どこで購入したかと言いますと、業務スーパーです。
私別動画でもたくさん業務スーパーからのおすすめの痩せる食材ということでお伝えしてるんですけれども、今回私は業務スーパーで選んだこのお茶は、ひしわさんから出ていらっしゃるマイボトルにポンと入れるだけ水出し売出し OK の赤いハイビスカスブレンド茶です。原材料をチェックしていきます。こちら原材料名を見ていただきますと、この最初1番目2番目とこの載っている順番がこのお茶を作るために必要な材料の成分ですよね。材料が入って一番多く含まれている順番に表示してあるんです。ですから私が今からお伝えするお茶のこの葉の種類が多い順番からも入っていますよということなんですね。なのでどういうことかと言いますと、この量が多ければ多いほどその効果が高いということですよね。でまず一つ目はハイビスカスが入っているんです。でこのハイビスカスはアントシアニンやカリウムビタミンが豊富なんです。その結果脂肪の蓄積を抑えてくれたり、またデトックス効果がとっても高いんですね。なのでこれが一番に入っているということは脂肪燃焼効果やデトックス効果は高いということになるんですよ。でまたこのアントシアニンというのがもう細かくお伝えしますと、脂肪の燃焼を抑えてくれたり、血中の脂肪を減らしてくれたり、また血糖値を急上昇、要は太る元ですよね、太る原因のそういった状態も抑えてくれるということで、女性にとっては嬉しい成分ばかり入っているんです。ではどんどん参りましょう。そして2番目に多く含まれているのがローズヒップになります。でローズヒップは腸内環境を整えるために必要な食物繊維もたっぷり含まれていますよということ、そして脂肪燃焼効果を上げてくれて、先ほどお伝えしました女性ホルモンのバランスも整えてくれる成分が含まれているんですね。そして3つ目に含まれているお茶は有機ルイボスです。ルイボスティーのことですよね。ルイボスティーも私すっごくねおすすめのお茶なんですね。私がよくファスティングを定期的に行う時もよくファスティング中に飲むのはこの無添加のノンカフェインであるこのルイボスティープラス脂肪燃焼効果がとっても高いお茶になるんですね。ですからこちら私も普段からもよく飲むお茶なんですが、このお茶も3番目に多く含まれているのがこちらなんですね。もう今お伝えした通りの効果があるんです。はい、そして最後まだまだこのお茶ですね、含まれているお茶があるんですよ。それは有機レモングラス、柿の葉、そして最後にハト麦まで入っています。もうこれはですね、全部女性にとって嬉しいお茶になりますし、嬉しいのはその有機栽培のねお茶の葉も使ってくださっているというところにありますよね。やはり農薬たっぷりのお茶はもうその薬品を煮出すわけですから、もう考えただけでもうおえですよね。さあレモングラスはカリウムが豊富です。むくみの防止にもなります。また柿の葉はレモン以上のビタミンを含んでくれていますよ。そしてハトムギは冷え対策にもなります。なので今寒い時期ですから、ぜひハトムギの力も借りて血流を上げて温かい体になっていきましょうね。そしていよいよここから最後です。この40代から50代の女性の方におすすめのこのアレンジメニューですよね。このレシピの作り方をお伝えしていきます。アレンジレシピはもう簡単です。冒頭でお伝えしました基本のアイドル水ありましたね。こちらの2番この緑茶パックをこの今ご紹介したお茶に変えるだけで基本 OK なんですよ。でまた無理に蜂蜜やレモンはもう入れなくてもいいと思います。なぜならもうこちらに入っていますしいいと思います。そしてこちらがですね、美味しい作り方ということで、マイボトルで作れますよということなので、基本はですね約 350ml のお湯水に対して一袋になってますが、500ml の場合はお好みで1から2袋まで入れていいですよという形でね、作り方載っておりましたので、あなたのお好みに合わせて1から2袋ですね入れてみて作ってみてくださいね。目安は1日かけて 500ml を飲み切るということになります。どんなにいいものも飲みすぎてしまっては NG ですよね。さあいかがだったでしょうか。
このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。そのことで心も体も元気いっぱいという、ね、女性の方を世の中にも多く多く増やしていきたいと思っております。その思いを込めて私毎日動画配信しております。ぜひお聞き逃しのないようにこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。皆様そちらご登録していただきますと毎日私からの動画レターがお手元に届きますのでぜひ登録してみてくださいね。そしてこの動画役に立ったと思っていただけましたら高評価ボタンやチャンネル登録していただきましてどんどんご参加ください。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。